ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、うん、トライタイプ、トライタイプ、あの皆さんにトライタイプの話を、うん、っていうところで、あのトライタイプ特に本はない、うん、探した本に頼る傾向ありますよね探したがなかったので、うん、若干そのホームいろんなホームページを見させていただき、うんうん、本来エニアグラムというのはタイプは一つ、一つ、うん、自分のところにあるのは、うんうん、根本的には一つだよと、うんうん、それは方内ハーモニクスの 3×3 でやると一つ出てくる、うん、まあそれじゃないか、うん、まあ、あの自己診断についてはその各タイプ、うん、例えばなんか90問やって、うんうん、タイプが多いところなんてやってるところもあるんですけども、うんうん、これはそういうのではなく、うん、各センター、うん、ハートセンター、うん、ヘッドセンター、うん、ガッツセンターの各センターのところで一つずつ最も当てはまると思うタイプを選ぶ。でその選んだところの3つが3つでまたいろいろ箱が作られてるんですよ。箱が入れるなって言ったのにエニアグラムは箱から出るものだよって言ってるのに箱に入れようとするんですよと、うん、まあ、そこ捉え方の問題ですよ、ね、なるほど。で、あ、ちなみにこれは、アメリカエニアグラム専門コーチの研究者、うんうん、キャサリン・チャーニック・フォーブルという方が提唱しているエニアグラムですと、うん、新しいエニアグラム、はい、で、うん、ラス・ハドソンさんも評価してますなんてのが書いてあるものですと、うんうんうん、でちなみにやってみました、うんうんうん、やってみたところ、うん、ガッツは 1、うん、1ハートは2、うんうん、でヘッドは6、うんうん、126で、うん、言われたのがサポーターですと、うん、チッてサポーターは地じゃないっていう俺をサポーターって言うなんて、いやそれはね、うん、あのそもそも6、うん、あ、僕すみません、あのタイプ6だと思ってるんですけど、うん、6自体がサポーターって言ってるところもあるんですね、うんうんうん、もうそういうのイラってするんですよ、うん、俺をサポーターって呼ぶなって、うん、でそう思うところがそのタイプかもしれませんって話をしますよね。確かに違う、俺は、うん、違うんだ、自分がやりたいことをやりたいんだと、うん、サポートばっかじゃないよって、うん、やりたいのかな、わからない。その例えばやりたいことやってる人はサポーターって言われても、あ、俺サポートしてんだって思いそうな気はしますよね。なるほど、うん、あとまあ確かに今このやってるこのダダトーク、うんうんうん、ダ話が誰かの役に立ってるって考えるのは素敵だなって思います、うんうんうん、それがサポーターだよって言われると、うんうん、まあ、悪くないななんて思います、うんうん、まあ捉え方ですよねきっと。だ結局そのサポーターっていうところを読んでも、うん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 、6の説明だもん、うんうんうん、知ってるもんこれって、うんうん、エニアグラムはあの囚われを手放して、うん、箱から出るよって話だもん、うん、っていうのが僕のこのトライタイプに対する感想です、うんうん、体調どうですか。僕感想、あ、ちなみに何でした。僕あの936なるほど全部ど真ん中な感じ。なるほど。っていうのまあなんかいろいろ説明を見ると、はい、あ、これも当てはまりそうだなみたいなのがあります。9じゃんの話ですね。9じゃん、まあ、925とかもう945とかもう、あ、なんとなく分かるなみたいな。なるほど。9の話ですからねどこ見ても。あ、まあそうですよね。当てはまらない、あ、なんかちょっとこれは違うかなっていうのはありましたけどね。で、うん、トライタイプについてどう思いますか、うんうん、まあでもあのセンターの動画撮ったじゃないですか。あ、撮りましたね、はい、で多分結局みんな感情もあるし考える思考もあるし、うん、っていう話なんで、全員持ってる、うん、感じ方は前の動画でやりました、うん、はい、なのでこう、まあ、ありそうだなって気がしましたね。なるほど、うん、っていうと、まあ、そもそもエニアグラムは、うん、あのどの本にも書いてあるけど、うんうん、9つの資質を全部持ってるって話ですから、ね、でどこが一番強いかって話じゃないですか、はいはい、でこのトライタイプはまたそこを
センターで分けて、センターの該当する部分を探してみましょうみたいな感じで、よりちょっと深く知ろうみたいな試みなのかなとは。でも、それは、思うに、顕在意識の部分、自分が意識している部分のもので、結局はその無意識化と強烈に結びついたものなので、そういうとこが出ないとは限らないなと思ってるんです。まあ、それでも普通のエニアグラムも一緒かな。一緒、全部一緒、なので、探っていく必要はあるのかな。これを本当に完全な捉えタイプを知ろうと思うと、今はサササッとやっただけじゃないですか、はい、まあその程度ですけど、表面的なところだとっていうと、僕は今そうですね、6が出てます今、新しいもの、新しいものに対しては、こいつめって、俺に何か売りつけようとしている、注意信号が今危ないよって、騙そうとしているよ、トライタイプっていうのが出てるかもしれないです、確かに。なので、どれにしても、前やった MBTI も、刺さってやると表面的なところがこう出てくる、きそうな気がするんですよね。もちろん、でそれもエニアグラムレベルまでこうしっかり落とし込んでやろうとすると、そこそこ大変な気がするんですよ、本当にこの内向と外向はこういう意味なのかっていうところから探っていかなきゃいけないし、でもこれも前ライブでやりましたけども、未分化されたものだよって、要は強い弱いじゃなくて、分かれてないもの、で気づいてないところだから、逆にこの意識してないところの方が逆に強く出るみたいなのは、ユング研究、日本の第一人者河合さんもおっしゃってます、なのでその探っていく必要はありそうだなっていう気はしますけどね。まだ表面的に369って出ましたけど、もう説明なんかいくつか答えて出たレベルですから、本当にそうかどうかはまだ、でも思ったこと話せば話していいですよね、はい、このそれすらいらないと思うんですけど、僕はなんで目的は、エニアグラムの目的としては、自分が幸せになる、で、それを人にも影響が出ればいい、と思ってるので、僕はもういい捨てる理由は僕は分かんないですけどね。なるほど、っていうと、いやもう何て言うんだろう、やりたいこと分かってる、から、もうそれやればいい、からそのサポーターって箱にグッて入れられて も、もう入れられるつもりはないねって、そこが反応っぽいなるほど、で結局箱を知って抜け出すみたいなところじゃないですか、エニアグラム自体が。エニアグラム自体はそうですね、確かにその、ホームページしか、いろんなホームページしか見てないのであれなんですけども、結局サポーターこういう人です、以上じゃないですか、知っとるわって、そこで終わってしまうんで、知っとるわ、知っとるわってなるじゃないですか、なるほどね、今タイプ6の悪いところ今僕は出してます、なのでネットで見ると、そこぐらいまでしか書いてないので、あとこの人ですね、この考えたこの方、キャサリン・チャーニック・フォーブルが何を言ってるかっていうのは確かに読む価値があるのかもしれません、そこは認めます。トライタイプでそう出た人はこうするといいですよみたいな、そこはとらわれだからみたいな、エニアグラム的な、もっと細かくとらわれが書かれてるかもしれない。なるほど、そこは探ってもいいですね、っていうのはありそうな気がしますね。なるほど、そこは認めます。まだ僕たちこう表面、トライタイプの表面をさらっと見ただけなんで、今出ましたねザ6が出た感じがします、今だから僕はなんか面白そうだなとは思います。僕は腹落ちました二度とやるかと思いましたね、そこがあるんですよね、面白いですよね俺はエンターテイナーなんだサポーターって呼ぶなってバーンってなりましたね、でもエニアグラム6は受け入れてるわけじゃないですか。受け入れた、ごっくんしましたよその辺が、この辺も受け入れられるとまた、そうですね、かくいう私も、本が出てないかは探しました、がまだちょっとそれをちゃんとやってるのがちょっと見つからなかったので、今この反応ですけど、悪態ついてますけど、手放せですね、手放せですよ、ね、この今の新しいものは全て敵っていうこの反応、そうなので、僕も369で見るとカメレオンって書いてあったんですよね、行動動機は分からないって書いてあってます、書いてありましたからね、直感タイプはそうですしね、
だからこう分からないっていうのが答えなんだ。だって思ったんだもん。そう。こうしたいと思ったんだもん。思ったんだもん。なんでそうしたいと思ったのって聞かれても分からない。好きなんだもん。好きに理由はないもんって。そう、好きかどうかも分からないって感じですよね。まあ、369ってのがあるんですもんね。そうそうそう。片岡先生がおっしゃる、うん、バランスタイプ。バランスタイプ。全部バランスタイプ。バランスタイプですもんね。だからこっちの思考センターだったら6。まあでもこう、9、2、5とかも結構中身見ると、ああ、分かる分かる。あ、なるほど。みたいな。だと私もこの名前だけで言うと、うん、あ、なりたいのはこの辺だなと思うんですね、うんうんうん、思うが、うん、俺はサポーターじゃねえってそう、はい、あ、だから僕はそのもうやりたいものなりたいものがあるならもう僕そっちなるからいいもんって思ってるところです。ここでもエニアグラムの6の説明を聞いた時と何が違うんです。何が違うか6忠実な人、追従する人、追従しないし僕6じゃないもん。俺自分あるもん。いやでも本当に言うやつがいるんですよ。どういうことですか。あの、うん、人の言うことしか聞けない人とか、そういう本とか、ね、本とかで6の人、6の人のことをね、うん、もうそういうのがもうイライラするんですね、うん、でもまあそうではない。決めつけんな俺をって指さすなって頭からギュッてやるなってなるんですね。あ、これは多分恐怖対抗的なところが出てるんだと思います。でもまあエニアグラム的にいくとそういう傾向がありますよって話じゃないですか。そう、まあ、これもエニアグラムですし、分かるし、そうなんですよ、うん、でギュッてやってくるのが、うん、例えば西野昭弘さん、うんうんうん、ホリエモンとかだったら、うんうん、まあOK ギュッてやってって何をやればいいですか僕は、うんうんうん、マニュアル作ってって思う、うんうん、けどなんかそのうぞうむぞうがね、うん、タイプ6はこういう人なんですよっていうのをちゃぶんわって、うん、お前が決めんなそれも相手に反応してるだけな感じですよ、ね、ああ申し訳ございません。今もう全部出してます僕を出してます今、うん、そういう人タイプ6どうですか、うん、僕みたいな反応出ませんか、まあ、そこなんかタイプ6が全部出るかっていうとそうでもない気もしますけど、ね、なるほど。ギュッてやられないように体を鍛えてるんですよ、うん、恐怖対抗型もうかかってこいって、うん、申し訳ございません。いい、ちょっとトライタイプでね、うん、イライラしたので、うん、こんな反応が出ました、うん、いかがでしょうか、うん、あとまあこんだけ受け取り方が違うってことですね、うん、トライタイプも、うんうん、僕はなので面白いなとは思う。発想が面白いな。なるほど。なのでこう369、僕3かなとか5はありそうな気はするんですよね。あの見る気もねえわみたいな感じです今だから935とかどう思います。僕はハートセンターだとしたらどこだと思います。このイライラしてる時にどう思いますを投げかけますかみたいなことが知りたくなる。なるほど。っていうとえ、二等兵がハートセンターだったら3ですか。どこだと思います。僕が、うん、体調がです。体調が自分が、うん、僕は2だと思ったんですけど、うん、いや4、あ、っていうと自己診断で4になったこともあるし、うんうんうん、3になったこともあるし、うん、2にもなったことあるしなんだ。でその辺こう探ると面白いのかなっていう。あ、なるほど。面白いのかなはなかったですね。うん、そのサポーターにイラッとした。で知らんって俺はちゃうわって、うん、決めんなが出ましたね。決めんな、決めつけるなって、うん、はい、これでも自分が決めてるんですよね、うん、じゃあそう決めたことに対して、うん、あの名前をつけやがったんですよレッテルをそう貼ったんですよ、うんうん、この人はサポーターしかできない人ですって、うん、あなたは主役じゃないですって言われたように感じたんですよ僕は、うんうんうん、いや俺は主役だわって。あ、なんで別に違う、あ、違う、皆さん主役でいいんですよ。あ、どう思うかなので、エニアグラム的には、はい、あなたはこういうとらわれがありますじゃないですか。だからそうじゃないですよ、ですよね。エニアグラムはそうですよ。だからこれもエニアグラムだとするとサポーターって思って心の中で思ってますよね。
でもあなたサポーターじゃないんですよ。じゃあ強みがあってこいつ言ってますからね。あ、こいつって言っちゃった。あなたの強みはサポーターですって、あなたはサポーターになることを願ってますみたいなのを決めてくるんですよ、うん、願ってますっていうのがエニアグラム的にいくと、そう、僕もいいやっちゃうよ、みんな幸せになればいいからそれはそれがサポーターですって言われれば飲み込めるんですけど、うん、サポーターしかできない人みたいな、その僕は主役だもんって、うん、で別にでそこが囚われみたいな話じゃないですか。囚われとは言ってないもんね。だからサポーターになろうとしてるじゃないけど、サポーターしかできないですっていう話ではないのかな、エニアグラムの一つだとすると。これ自体がエニアグラムじゃないですか。今ちょっと飲み込もうとしてるのは、あ、明石家さんまさんもお笑いの人たちをみんなを救うサポーターなんやでとすると、うん、まあサポーターでいいかって、なんか僕の言ってるのとちょっと違いますよね。今はサポーターをいいものだにしようとしてる。はい、してますよ。サポーター自体をいいものってしようとしてるけど、うん、サポーターっていう囚われがありますよって話。僕のだから そのサポーターを手放しましょうって、じゃ あそういう解釈をすれば、うん、まあいいです。こうエニアグラムなんで、どっちかというとそっちの解釈なんじゃないかな、うん、あ、なるほど、って思ってる。あ、うん、それは正しいかもしれない、うん、だとすると、うん、あの今トライタイプの説明をしてるのは、うん、全部囚われの話でよ、だとありがたいです、うんうん、いやこれがあなたですって出されると、うんうん、イライラするんですよ。だからそう思ってますよみたい な, だけどそれは囚われですかなっていう、あ、じゃあこの動画の趣旨としては気をつけてですね。あ、気をつけて、あ、そう、トライタイプっていうのは、うん、違うよ、囚われだよ、うん、っていうことなら、うん、納得です、うん、いい動画になりますこれは、うん、いい動画ですっていう捉え方をしてるので、はい、面白いなだと思ったんですよ。あ、なるほど。、まあ、じゃあごめんなさい、こんな反応も含めて楽しんでいただければと。はい、はい、とてもイライラしてます、うん、トライタイプに対して。でも、うん、あ、囚われですよ、うんうん、あなたは、うん、その人を、あ、そうだね、うん、じゃあ人を助けるのがどうかじゃなくて、うん、その決めつけがイライラしてるだけです、うんうん、はい、そう、決めつけちゃダメなんですよ、うん、決めつけちゃダメですっていう、この決めつけもダメなんですよ。帰ってきた、あ、帰ってきた、やは全て帰ってくる自分に、うん、OK、 楽しくやればいい、うん、はい、まあ、皆さんのご意見も。そうですね、はい、そう、じゃあ皆さんどうでした、トライタイプやって、このイライラしませんでしたかっていうところですよ、うんうんうん、あの恍惚の表情で受け入れたんなら、うんうん、それはあなたじゃないですが、僕の、うん、エニアグラムでも全て一緒、うん、このタイプになれた、やった、やっただとしたら、うん、ちょっと気をつけて、あ、だし、うん、あ、でも違う、ごめん。トライタイプでそうなったところが嬉しかったんなら、うん、それをやればいいんですよ。そうなればいいとは思う。うんうんうん。うん、なればいいと思う。なればいいと思うっていう。が、それはお前のタイプじゃないねって思う。うんうん、はい、すいません。出ました。6。うん、全部反対。僕だから9の関係してるところは、はい、あ、全部これ僕かもしれないと思いましたもんね。あ、っていうと、うん、僕もこの読むだけだと、うん、ドライタイプで、うん、あの、まあ、9の説明じゃんっていう。そうなんですよね、うん、だとその戦略家、わあかっこいいね、うん、永遠の夢追い人いいね、うん、正義、そう、他全部いいねなんですよ。ムードメーカーいいね、うん、問題解決者いいね、うん、正義の味方いいね、孤立主義者かっこいいね、ただ一つサポーター、俺これだけは嫌だよ。中身見ました？見ましたよ。でサポーターが一番引っかかった。引っかかったっていうのは、診断したらサポーターだった。サポーターだった。で中身見たらサポーターがつって思った。もうイライラする。他の6の関わってるところはそうでもないけど、他の6が関わってるところは、例えば269とかいい人、いい人って言われてもなっていうのはありますけどね。あ、そう、だから僕はあのいいなって思うのは6は入ってないですよ、うん、あ、その6なわけじゃないですか。自分では6だと思ってます。だとすると6の入ってるところ、あの、まあ、指揮官はかっこいいなと思いますけどね。136哲学者14かっこいいなとは思いますけど、うん、
俺じゃねえなあですもんね。でこういうところをこう哲学者思想家トライタイプ146のタイプ6話っていうのがあるじゃないですか。理想的な傾向が強い理想主義者。あっていうとそう、あの初めに126が出てきて、うん、サポーターで出た瞬間にもダーンってやったんですよ、うんうん、全部やめって、うん、なりたい僕じゃないって、うん、でそうするとなんかあの本当にこうヘッドだったらどこが一番該当するかなって探っていくと本当のトライタイプが分かりそうな気がするじゃないですか。なるほど。でちょっと探ってみるのもありかもしれないですね、うんうんうん、あ今ちょっと反応がバーって出たのでうん、うん、今ちょっとずつ収まってきました。冷静に考える自分がいる考える自分がいる、うん、今ここ今ようやく今プレゼンスプレゼンス、黙れってできた、うん、黙れって、うん、オッケー、はい、そんなとこそんなとこですかね。、はい、ちょっと白熱しちゃいました。皆さんのご意見を、はい、ご意見をお聞かせ願えればと、はいはい、思います。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。